大立ち、大立ち、大立ちは、日本刀の一種で、長大な内刀、および立ちのことである。野立ち、背負い立ちとも呼ばれる。また、中国の武器である、残馬刀と混同されることがある、紅術。大立ちとは初めに述べたように、長大な刀のことであり、現代の分類では、刀身の長さが三尺、約九十センチメートル以上のものを指すのが、 一般的で、昔の日本人の平均的な身長、150cm から 165cm と比ると非常に大きいものであることがわかる。日本刀において、等身長による分類の方法には、文献や研究者によって違いがあり、等身が3尺、約 90cm 以上のものを、のだち、刀身が5尺、約 150cm 程度のものを、大だちと、 することがある。日本の刀剣類の区分は、文献や研究者によっては5から9種類以上の分類をすることさえある。したがって、大立ちという言葉が指す刀剣の定義は常に一定というわけではない。このように、大立ちとの立ちのこの使い分けには確定した説がないが、単純に長大な立ちを、大立ち、戦場で使うことを前提としたこしらえに、 収められているものを、の立と呼んでいた、というのが、現在の主説で、一般的には、大型の刀をまとめて、大立と呼ぶことが主流である。南北朝時代から戦闘が激化して、野戦においては、長大な強盗を振り回すことは有利であるから、長大な野戦用の太刀が流行した。室町時代末期には刀を刺し、従者に大立を持たせた。大立は、 南北朝時代から安土桃山時代にかけて、実戦で多用され、野戦で活躍した長立ちである。基本的には、不評の武器ではなく、騎馬武者の用いるもので、馬上から馬の走る勢いできる武器である。そのため、実用にあたってはあまり振り回す必要はない。しかし腕力を誇る武士が馬に乗らない、白兵戦で使用する場合もあった。現代においては、 大立は敵将を馬ごと切ることができる代物とし、フィクションにおける表現では、馬の胴体、または主部と騎乗の武士を一緒に切る豪快なイメージを描くが、実際にはそのような使い方はなく、長いリーチを生かして馬と騎乗の武士からの攻撃を避けつつ、汽車を落馬させるか、足を狙って馬を潰すことが主であった。大立の刃先は鋭かったが、歯肉は厚く、 その形式をハマグリバと呼んだ。これは、王立ちが主に突き刺したり、鎧や兜の上から打撃を与えるために使用されたことを物語っている。馬の足を折ったり、敵の頭を打ち据えて気絶させたりした。他の刀剣に比べて頑丈であることが利点だが、どんな王立ちでも鋼鉄製の兜にはかなわず、戦闘中に折れることもあった。耐震槍と同じく、 絶大な破壊力を持つ武器であった。鎌倉時代になり武家が権力を握ると、武人として高気で腕力があることが名誉とされるようになり、それを誇るための武具として、長大な闘身を持ったちが戦場で見られるようになった。後に、日本刀が闘身の長さにより分類されると、こうした長大な太刀は大立ちと区分されることになった。南北朝時代には、 大きめの太刀と大薙刀と共に流行したが、どれも流行は二十数年間という短期間で、廃れている。大立ちが短期間で廃れた理由は、騎馬武者からの攻撃への対策として、不評が、薙刀や槍を多用するようになり、馬上での戦いが不利になってきたからという説がある。また、大立ちの天敵は、殻の長い一つ武器だという説もある。しかし、 戦国時代の朝倉軍の将兵や力士隊が大立ちで小田軍の槍の柄を切り落として苦戦させているほか徳川栄康が配下の者に対し長い刀は槍に対抗するのに良いといった記録もある。ヨーッパでは両手剣は多数の敵を相手にしたりながら武器に対抗するのに有効な武器だと認識されていた。南北朝時代に最も長く頑丈な武器は 大立ちだったという説があり、戦場で活躍、重視されたという説も数多い。南北朝大の矛や槍は短く、大立ちと比べ柄が折れやすい。マサカリや薙刀も木の柄の武器であるため、大立ちより折れやすく、それを防ぐため、柄は、大立ちほど長くはなかった。そのため、南北朝時代に最も有効な白兵戦武器は、大立ちであったとする説もある。ただし、 最も長いなぎなたの殻は5尺、約150センチメートルぐらいであった。また、リーチが長く、切るだけではなく、一つや石突きを使用した打突、また柄での打撃が可能など多様な攻撃を繰り出せる。なぎなたが南北長期室町期、戦国期の族の戦乱において、最強の武器だとする説もある。南北長期の槍は、突くもの、撃つものとして利用されたが、 太刀となぎなたも、つくもの、撃つものとして利用された。広い半径範囲で敵を、撃つ、つく、切ることのできる大立ちとなぎなたの法南北長期の戦乱においてやりより有効であり、利用価値が高かった。また、南北長期には、不評は騎兵を平地で防戦できるほどまとまった、集団ではなく、騎馬の攻撃を支えられない分散された弱小集団であり、 南北長期を通して、騎兵は一番有利な軍事組織であった。大立ちは、長大な分、重い、120から300センチメートル、1.5から8キログラム、ため、太ちと同じ形状の柄では扱いにくい。刀身に対して、柄が短くなりすぎて、構えたり振ったりが難しいという欠点があった。これを克服するため、柄が次第に長くなり、30から40センチメートル、 やがて振り回しやすいように刀身の根元の部分に太糸や皮紐を巻きつけた中間の立ちへと発展した。そこから完全な長え武きである長巻きが派生することになる。その後、三尺を超えるような大立ちは神社等への奉納用にも制作されるようになり、長大に作るためにいくつかの長さに分けて鍛錬し、後に接合して一本の刀身とした実際に 刀としては使用できない、強度的に振ることが不可能ものも制作された。室町時代には、大立ちをすり上げ、刀身を短く縮めて、仕立て直すことで内刀とすることが流行したため、室町時代以前のもので制作当時の刀身のまま、現存するものはそれほど多くない。室町時代は、刀剣類が、徒歩仕様と関連して、単寸化する時代である。 南北朝時代に流行した大立と大薙刀が室町時代まで流行したとする説もある。だが、室町時代になると、大きめの立と大立と大薙刀の流行は、廃れているというのが定説である。その後、安土桃山時代には、大立は、大きめの立や、大薙刀とは違い、再び流行する。徳川幕府が成立し、徳川政権が確立されると、 当身長三尺以上の刀を対等することは、刀層に角唾を用いること他と共に禁じられ、自社の奉の品や大名家の秘蔵品として、少数が後世に残るのみとなった。江戸時代に奉の品として作刀されたものも少なからず存在するが、いずれも本格的な焼き入れやぎが行われていないものが多く、これは禁制を避けるための措置であったと推測されている。 幕末になると、金納の獅子には、長寸の内刀を指すことが流行し、金納小白へ等と称される刀の様式も生まれたが、それらの大半は三尺前後のもので、大立ちというほどには長くはない。現代に残る古流剣術、居合術は、内刀の技だけではなく、大立ちの技をも伝承している。それは持ち運びにくいという欠点はあっても、 大ちが実戦で絶大な威力を発揮することのできる武器だったかである。平家物語などの軍機物語や、古記録の中に戦場で活躍する武器として、しばしば登場する。自称、樹影の乱について書かれた軍機物語である、厳平清水器には、畠山茂忠が用いた立ちとして、身幅四寸、約十二センチメートル長さ三尺九寸。 約百二十センチメートルの太ちである、秩父が、カウヘイやムサシク二等の大将である、太郎、五郎の兄弟が対等していたという、四尺六寸、約百四十センチメートルの太ちに、熊の川の尻小入りが記述されており、当時すでに三尺を超えるものがあったことが伺われる。時代が下って、太平記には、五尺以上の太ちが多く記述され、最大で九尺三寸、 約二二百八十センチメートルのものが描写されている。五尺、約百五十センチメートルの大立ちにぶりを吐き、さらに手には八丁八寸の大尺をの、まさかりを持って三陣したという長山党と海守る。長、山党と海の神や、五尺六寸、約百七十センチメートルの大立ちを携えて、優先したという大高重なり、七尺三寸。 約二百二十一センチメートルの大立ちを振るって、噴戦したという三名の老頭である。福間三郎の描写からは、長寸の大立ちが実際の戦闘で使われていた状況が推察できる。南北朝時代には、大立ちに象徴されるようにたちが、なぎなたと共に戦乱の中で大いに活躍した。室町期の作で、美州長船方向という大立ちがあり、 総長3 7 7 6トル、波長2 2 6 7トルという長大なものであるが、歴史学者の近藤義和が実際に手に取ってみたところ、意外に持ちやすく、十分に実践使用可能だという。死は、大立ち、大なぎなたを実際に手に取った経験から長寸の太ちでも反り具合や柄の状態などの微妙な調整で、手持ちは良くなるものだとしている。 室町時代の僧である一級僧順は、自身の背丈よりも長い朱塗り症の大立を腰に刺し、こじり、鞘の先端を引きずりながら、町を歩いた、という逸話が、一級お正年蓋の伝記にある。この大立は、刀身は木製、竹密で、章に収めていれば構想に見えるが、抜いてみれば、木刀でしかないと、外面を飾ることにしか、 興味のない当時の世相を批判したものであったとされる。大立を携えた一級総順の姿は、一級和尚増寺三殿、蘇賀墨形質に描かれて、現代に伝えられている。戦国時代には、朝倉氏や長尾杉氏が、力士隊と呼ばれる、極巨漢のものを集めた部隊を編成し、大立を持たせて戦わせたことが記録されている。朝倉氏の家臣である、間が直な マガラ・ナオスミの兄弟は、共に、戦場で五尺三寸、約百七十五センチメートルの大立ちを用いて、奮戦し、両名共に、姉川の戦いで打ち取られたものの、その大立ちは、太郎立ち、二郎立ちの名で現在に伝えられている。現在でも、神社への奉納品や、徳川家などで所蔵されていた、個人所蔵品が、徳川美術館、野牛の大立渡辺美術館、 刀剣博物館などの博物館に収められたもの、等が少数ではあるが現存している。重要文化財に、新潟県の八彦神社が所蔵する704寸2分、約225センチメートルの大立ちがある。新古都を通じて、最長の大立ちは、山口県下松市、花岡八万宮肖像の、覇者の実立ち、波長345.5センチメートル、 全長465.5センチメートル75キログラムである。これは幕末の尊能上一層を背景として、宇治子が南朝方の東商であった炎治派の末裔である延べ十国村二十七大国綱、あと国都市と改め名に特注した宝能塔である。砂鉄三百0巻を用い、川を石止め焼き入れを行う塔。 大立ち政策にまつわる逸話が残されている点でも、貴重である。大立ちは、長大なものではあっても、立ちであり、立ちは、馬上での戦いを想定して発展したものであるために、本来は、騎馬武者が馬上で用いるものであった。通常の立ちは、柄の中ほどを握り、束頭、柄の一番端の部分に付けられた、手抜きをと呼ばれる紐を手首に通して、脱落防止としたが、 大立の場合は、つば元に近い部分を握り、手眼頂、肘の部分に通して締め、拳と肘の2箇所で柄を保持し、刀の重さを支える。刀を振る際は、肘から先の前腕を一体として振り、通常の立ちや内刀のように手首を動かすことは、しない、そのようにすると刀の重さを支えられないばかりか、手首を痛めてしまうことになる。このように構えた大立は、刀というよりは、 薙刀や槍などのながら武器に近いものであり、武士同士の馬上決戦での突きや切り払い、または馬上から足軽に向けての突きや切り払いを行った。落馬した、もしくは下馬した際にも、地面から馬上の敵を狙い突きや切り払いをするものとして、扱った。しかし、歴史学者の近藤義和は、王立や薙刀、槍、た、王などの長物であっても、馬上で、 片手使用するとは限らないとしている。弓矢は両手で扱うもので、汽車では、手綱は持たないわけだから、馬上で手綱から手を離し長物を両手使用することも何ら不自然ではないとしている。なお、当時の騎馬武者を描いた絵図には、抜き身の大立ちを握った手を肩の高さまで上げて、刀身を肩に乗せている姿勢で描かれているものがあるが、 これは、一旦抜いて構えた大立ちを保持し続けるとは、重量的な面で、体制的に苦しいため、肩に乗せることで重量を軽減し、疲労と腕を痛めることを防ぐためのものであったと、考えられている。本来は、馬上での戦いを想定して発展したものであるが、合戦での主な戦闘方法が、騎馬武者主体の少人数戦闘から、足軽主体の勝ち戦に移っていくに従い、 大立ちも体力があるものや体格の良いものといった限られたものが扱うものではあるが馬上ではなく地上で使われるものになり柄は両手で持って扱うことが容易なように長くなっていったこうして大立ち、野立は中間野立やがて長巻へと発展していく大立ちは長い武器であるために細かな動きをしづらく用いる際には 周囲の味方を巻き込まないように戦う必要性が出てくる。古武術には大立ちを使った土戦の戦闘技術が残っており、合戦などで技術研算されてきた土戦の戦場の武器とも言える。通常の場合、背負うか従者に持たせて傾向していた。鎌倉時代末期から戦国時代末にかけて描かれた数々の絵図では、腰に下げる、履くもの、腰に刺すもの。 背負う者、従者に持たせる者、もろもろの王立ちの傾向方法を見ることができる。日本刀のこしらえ、外装の場合、太ちには履くために腰に祝えるための紐、背虚、履きをと呼ぶを結ぶための帯と金具、足側及び、足金物があり、内刀には腰に刺した際に帯に祝えるための、下げをとそれを結ぶための部品、繰り形があるが、 大立ちの場合は従者もしくは自分が手に持って持ち運ぶことが多く、それらにはしかなもの、繰り形ともにないものが通例である。大立ちを指して、ン馬刀と呼称されることがある。しかし、本来のン馬刀、剣と呼ばれていた中国大陸で用いられていた武器、工術と日本の大立ちは全くの別物である。このような混同の原因は、 現代の漫画などの創作物が発端だと言われ、1973年から1974年にかけて連載されていた長井豪作の漫画、バイオレンスジャックにおいて、登場人物のスラムキングの持つ王たちがザンバ島と呼称されている例が存在する。また、1990年代に描かれた我が信弘作の漫画、ルローに、 剣心明治剣格ロマンタンの登場人物の相良佐之助が使用した武器もザンバトという故障が用いられ、日本の室町時代に存在した武器という解説がなされた。このザンバトは巨大な両馬剣のような武器として描かれているが、日本の歴史上、このようなザンバトなる武器の存在を示す文献は確認れていない。後に描かれたルローに剣心完全版、 第五巻における企画ページである、検診財布ででは、ザンバ島は、日本刀形状のものとして、再設定されており、天文では、と書かれている。この、大立ち、ザンバ島は、イラストでは、中間の立ちのように、つば元から物打ちにかけての部分に、糸巻きが施されたデザインになっており、との一文が添えられている。この他にも、ザンバ島もしくは、 ザンバ剣という名称の武器が登場する創作作品はいくつかあるが、いずれも大立や中国におけるザンバ刀、剣とは異なる創作上のデザインである。本来のザンバ刀、剣は古代の中国で使用されていた武器の名称で、前漢時代にはザンバ剣と呼ばれる長柄武器が文献に残されている。これは両刃の剣に長い柄をつけたもので。 唐の時代にはさらに長い柄に、三幅の広い型派の刀身を取り付けたものに発展し、大刀、日本の内刀の大刀とは別のものと呼ばれるようにな。太ちは後に、三金は広く刀身が、比較的短いものと、三金はそれほどでもないが、刀身の長いものとに分岐して発展し、後者は、眉尖刀と呼ばれるようになった。当代には、長くほとんど反りのない型刃。 もしくは両馬の刀身に両手で持つに十分な長さの柄があるものが白刀の名で用いられ、秋世には和光が用いていた野達、薙刀をはじめとする日本が中国でも取り入れられて模倣され、和光や北方の騎馬民族、モンゴルとの戦いで一定の軍事的効果を上げた。和光が用いていた野達は中国兵が用いていた長いの武器の柄を切り落として死ぬ上に、 単柄武器よりも長かったために、ひ和銃よりも恐れられた。これら、大刀や、眉とがり刀、または、白刀や、和刀、苗刀は、騎馬兵と戦うためにも用いられたことから、残馬刀とも呼称された。残馬刀とは、本来はこれらのながら武器、もしくはその名で通称された大型の刀剣を指す、言葉である。なお、大刀は、日本に伝えられて、 なぎなたの素になったともされる。眉尖り刀は、日本にも似た形状の武器が存在し、同じく、眉尖り刀と呼ばれているが、日本のものは中国における、眉尖り刀と比べると刀身が多みで、身筋が広く、柄も含めた全体の長さが短い。このため、日本式眉尖り刀と呼び分ける場合もある。この、日本式眉尖り刀は、現存する流派では、 元都学知流、忍術の武神館が使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。